さんこんにちは。今回ご紹介する子は珍しく中型犬の子になるんですけど、犬種は柴犬で今4歳の女の子になります。お名前はアサちゃんです。アサちゃんは他の柴犬と比べて一回りくらい体の小さな子で、体重は6キロちょっとぐらいなので結構小ぶりな女の子になります。性格は結構おっとりしていて優しい子で、今里親テラスにいるメンバーはみんな小型犬なんですけど、その中にアサちゃんを入れても全然みんなと仲良くやっていけるようなすごい優しい子で、一見クールな印象に見えるんですけど、実はこう見えてとっても甘えん坊さんの女の子で、静かに後ろをついてきて鼻でツンツンってしてなぜてってしたり、誰か他の子を構っていると静かに隣にちょこんって座って、あれ私はみたいな感じでこっちを見てくる姿がとても愛くるしくて可愛い子です。ぜひアサちゃんに会いに皆さん遊びに来てください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。